ちは。こんにちは。はい。はい、豊さん。もう交流戦、終盤に差し掛かってきました。もう終盤というか、もう終わっちゃうよって。残念。まあ、今年の交流戦、まあ、これ今まではね、うん、すごくいい試合も多かったし、はい、なんかこう、セパの力が拮抗してるしさ、うん、引き分けてないですか。引き分けがないか、まだな。ね。うん、で、なんていうの、本当すごくいい試合、また感動する試合も多かったしね、うん、まああと3戦ということで、はい、ね、もう残すはあと3戦になりました。そう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 、というところで、ね、はい、はい、ね、まあ、ちょっと振り返ってみたいと思いますが、はい、3連戦振り返りましょう。はい、今回は、はい、パリーグがホームということで、うん、そうだね、はい、今赤印ついているソフトバンク楽天で、ヤクルト西武ロッテDeNA が勝ち越したということですね。はい。ね、はい、はい、まあ、3連敗したのが、そうですね、まあ、中日だけということで、ね。中日が3連敗、あとは全部2勝1敗ということで。はい、まあ、まあ最初、ソフトバンク阪神からね。はい。はい、まあ2勝1敗、勝ち越すわけだけども。うん、はい、まあ東山が安定してんな、やっぱな。まあ、レイも完封したしさ、なんか投手陣の層も厚くなってきてるし、はい、あとやっぱこう、デスパイネが、うん、4番に入って、はい、やっぱりいい仕事をし始めた、はい、ね、今年今季初スタメンで出たんだけど、はい、うん、まあ、結果をね、ホームランという結果を出してくれたりだとか、はい、まあ、したよね。だからすごく選手の層というか、うん、まあ、そういうのも感じるし、うん、まあ、柳田が悪いんだよね。そうですね、ちょっと状態が悪くて、はい、でもデスパイネがそれをカバーするという、うん、まあ、非常に選手の層の厚さ、うん、まあ、そういうのをまた改めて、うん、まあ、感じるこう3連戦だったんだけどもさ、なるほど、はい、うん、で阪神は絶好調でソフトバンクに入ったんだよね、はい、うんうん、で前回は大山様になったんだけど今回は大山くん。大山くん。なんかちょっと格が下がっちゃったの。あのね、やっぱ大山が打ったら勝つし、うん、大山が打たなかったら負ける。なるほど。まあ、3戦目は、うん、まあ、完封負けをするんだけどもさ、はい、まあ、だけど、その時には、まあ、佐藤がね、打てなかった。なるほど。ね、チャンスで打てなかったんだけども、はい、でもやっぱこう、まあ、ずっと見ていくとさ、うん、大山が打つ、打たない。まあ、タイムリー打つっていうのが、まあ、一番いいんだろうけども、はい、まあ、ホームランとかね、うんうん、まあ、だけどやっぱこう大山がこう先頭でも出ていくとか、うんうん、まあ、そうなってくるとやっぱ点になるのかなっていうような、うん、まあ、そんな感じがするよね、うん、なるほど。だからまあ一人にさこう責任をかぶせるわけじゃないけど、はい、まあ、そのぐらいの花を持ってる選手だということだよね、うん、だから大山君次のカード、はい、ちょっと頑張ってほしいなっていうふうに思います、はい、はい、ね、で楽天、はい、広島、うん、ね、まあ、トコダルで勝って、はい、まあ、どうなるかな、まあ、マー君で負けたんだよね。そうでしたね。マー君がやっぱ勝てないね、うん、また打ってくれないという、そういう状態が、まあ、昨年からこう続いてるんだけども、はい、だけどやっぱこう楽天はマー君が勝たないと、うん、やっぱ乗っていかないのかなって、うん、まあ、勝ち越しはしたけど、はい、広島の状態を考えると、うん、まあ、勝ち越して当然かなって、うん、まあ、やっぱり状態が悪い広島はね、はい、だけど楽天は安定期、安定期、うん、うん、今日、うん、武藤っていう選手だったかな、はい、うん、あの若手がね、はい、9番に入り3打数3安打、はい、3打点の大活躍をしたんだけども、やっぱそういう若手がこう出てきて、うん、まあ、打線を引っ張るというかね、はい、まあ、そういうことになってくると、まあ打てなかった、うん、打線が、まあ、活性化されるというかさ、はい、まあ、そういうことも感じたし、うん、まあ、やっぱ浅村がね、やっぱしっかりした仕事をしてくれると、はい、やっぱちゃんと勝つなっていうような感じがする、うんうん、まあ、浅村もね徐々に乗ってきてるかなっていうね、うん、前回の DeNA 戦から、はい、まあ、サヨナラヒットとかね、まあ、そういうことが あるんで、うん、まあ、打線とすれば、まあ、良くなってきてるし、うん、まあ、ピッチャーも岸がね、
はい、12球団制覇、そうですね、そういった記録、12球団から全てから勝利を挙げたということですね。そうそうそう、だからまあちょっと楽天は安定期に不安定だったんだけど、すごく戦い方が、うんうん、はい、まあ少しずつ安定期にちょっと落ち着いてきたのかな、入ってくるかなっていうような感じがする、みたいな感じですか。そう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 、はい、だからまあ楽天の方はいいとしても、はい、広島、うん、逃れろ逃れろ、3年連続交流戦の再開は再開ですか、許されない、うん、ね、まだ再開って決まったわけじゃないから、はい、だからさ、あの最後のカードをね頑張ってほしいと思うけども、はい、やっぱこう小園が春先から悪かった、うん、ちょっと調子が上がってきた、うんうん、また下がってる、うん、もうスタメン落ちしてるんだよね、はい、それをカバーしてるベテラン、うん、まあ堂林だとかね、うん、長野とか、はい、まあ、スタメンを張ってるんだけども、はい、やっぱね小園がチームを引っ張るぐらいの責任感を持ってやらないと、うんうん、やっぱ小園のチームにしていかないとね、うん、広島は。なるほど、うん、だから調子が悪いからって言って外してていいのか、うん、っていうところも少し疑問が残るんだよね。なるほど、だからその場しのぎで戦ったとしても、うん、1年間という、うん、またその来年再来年、はい、その先を考えた時にここで小僧の外していいのかなっていうような、うん、そんな気持ちもちょっと芽生えてるんだよね俺の中でね。なるほど、こう今の目の前のことではなくて、こうもう少し長い目で見ないと、そうだ、ね、ということですか、うん、うん、あとはやっぱり栗がどうしても勝てない、昨年のね、うん、最多勝がやっぱちょっと苦しんでるから、はい、もうちょっと点を取ってあげるといいなっていうふうに思うよね。なるほど、はい、はい、でオリックス、はい、ヤクルト、はい、ね、オリックス期待大、ね、負けてんじゃねえかっていうようなことは言えるんだけども、はい、っていうのはただね、オリックスはね、はい、やっぱこう杉本が良くなったりなってきたりだとか、うんうん、T 岡田が戻ってきたりだとか、はい、まあ、非常にあのなんていうの、上り調子になってきた選手が多いし、はい、まあ、麻酔っていうのが投げたけど、うん、あの昨日ね、はい、でも十分ね戦力として期待もできるし、うんうん、ただね、これなんで負け越したかっていうと、うん、やっぱオリックスがチャンスで打てなかった、うん、チャンスは作るんだよ、はい、でもチャンスで打てなかった、それはなぜかというとヤクルトのやっぱ投手陣がいいわ。なるほど、あ、まあ、じゃあこの対戦相手が悪かったっていうところはありますか。と思うよ、これは、うん、でヤクルトは理想系、はい、もう本当にね、理想系に近いチームが、なるほど、今の状態が、うん、だって昨日でもやっぱ登板型になってる清水だとか、はい、マクガフを休まして抑えていくわけだから、うん、だからそれを考えると、まあ、すごくもう充実期に入ってるし、うん、理想系に近いチームになってるよね、うん、だから中村キャッチャーも中村だけじゃなく、はい、内山とかももう素晴らしい成長を見せてるしね、うん、だから本当にヤクルトが一番12球団の中で一番理想系に近い、うん、これを作り出してそういう風な使い方をしてるのがやっぱ高津監督のうまさだね。なるほど、うん、これやっぱみんなねちょっと注目した方がいいよ、うん、本当高津監督の選手の使い方ってうまい、で選手をやる気にさせるというかさ、そういうところもあるしね、やっぱ選手をよく見てるっていうところなんでしょうか。まあ見てるのと、そうだな、まあ見てるのと、うん、まあ、見てるんだろうな、うん、とあともこう全体の選手の構成というか、そうっていうか、それの分析という感じなんですかね、うん、まあ、できてるよね。まあただやっぱり村上がしっかりしてるということね、うん、やっぱり4番バッター打ってて、まあ、昔の我々の4番バッターってヘッドスライディングするやつなんか見たことなかったんだけどさ村上なんかはやっぱチームのために頭から突っ込んでいくし、うん、だからそういう姿がね、うんうん、あるし勝負強いし、うん、だからもう立派にリーダーとして育ててるよね、うん、高津監督のね、うん、なるほど、うん、だから理想系に近い、うん、まあ、勝って当然だというね。なるほど、はい、まあ、今現在首位、はい、ね、交流戦ね、ね、はい、はい、で西武対巨人、はい、で西武、うん、勝ち越してはいるけども、はい、ちょっと落ち着いてくれと。なんかふわふわしてますか。うわ、ふわふわっていうかね、まあ、相手にこう合わせてやってるというか、うん、相手が打ち出すとこっちも打つ、打たないと打たないっていうような、うん、なんかね主導権を持ってゲームをしてないような
感じに見えちゃうんだよね。実力はあるんだけど、はい、相手が打たなかったら俺らも打たないかみたいな、よくあるんだよ、こう相手に合わせて野球をやってしまうっていう。でももっとね、自信を持ってね戦っていいと思うんだよね、まあ、だけどなんかこう相手の様子を伺いながらみたいな、はい、マラソンで行けば力があるのに、行けばいいのに、余力があるのに行かなくて相手に合わせて走っちゃってるっていうような、そんな感じがするんだよね、はい、でも与座のピッチングなんかは見事だったしね、うん、今回ね、うん、ただ隅田が勝てない ね苦しむな、ね、これがシーズン始まってからずっとそういった話ですよね。そうだね、まあ、それと落ち着いてっていうのは3戦目に1点差になって、うん、ランナー出て、はい、走ってアウトになって、うん、その回終わるとか、はい、まあ、そういうこともあるし、だからまあ西武の野球っちゃ野球なのかもわからないけども、はい、もう少し落ち着いてやった方が、まあ、結果はいい結果が出るかなという、うん、まあ、それとやっぱ波を感じるのはやっぱ源田がね故障した、はい、で森が戻ってくる、また森が怪我したかもわからない。そうですね、まあ、だからやっぱ、まあ、まあこれは一生懸命やってるから仕方ないんだけどもさ、うん、なんか揃わないよな、うん、だから落ち着いてって言ってるけど落ち着けないのかもわからないねそういうちょっと怪我人だったり、そうだね、まあ、うん、ね、あの若林選手がね戻ってきたりとかっていうところも、まあ、ねうん、まあ、長かったですから離脱も、うん、ちょっとかっこよくなってきてるね、あいつ。いや、かっこよくなりました。いや、なんかね、なあ、休んでる間に、休んでるというか野生味が増したというかさ。そうですね、うん、なんかちょっとワイルドになってワイルドになってましたね。髪型のせいですかね、かもからんな。確かにかっこよくなってました。なあ、はい、ただあの、まあ、西武はね巨人に勝ち越した、うん、はい、ね、非常にいい傾向だったんだけども、巨人は苦しかった、うん、連敗してた、はい、ね、で苦しい中不可欠と言いますと、岡本が帰ってきたやっぱ存在でかい。いや、もう帰ってきた試合の3安打、そうですよ、もう象徴してますよね、そのことを。まあそれとやっぱ彼が帰ってきたことによって、うん、やっぱちょっと雰囲気が変わるね、巨人の、はい、周りの雰囲気も、はい、そして対戦相手からしても、うん、やっぱりおってなりますよね。そりゃそうだよ、ね、帰ってきて休んでて怪我で帰ってきていきなり3安打だよ、で先制打も叩き出すしさ、うん、お前たち何やってんだみたいな、うん、そんななんか喝を入れられた、まあ、チームメイトがいて、うん、なんか坂本に続いて3連敗を阻止したという、うん、だから坂本の存在ってでかいなって改めて感じたのと、うん、ただその緊急登板でね、はい、赤星が頑張ったな、うん、菅野の代理だからさ。そうですよね、ちょっと発熱ということで。そうそうそう、はい、でもまあ、 あの赤星がね、うん、緊急登板にもかかわらず、うん、いいピッチングを見せたという、はい、だからここここのところこう失点がすごく多かったけども、うん、まあ、今回はね、うん、まあ、緊急登板が良かったのかもわからないね。この日に絶対投げるから調整をちゃんとするっていうよりも、はい、なんかこう、あ、急に回ってきたね、何も考えないでもう純粋にこう投げていったっていう気持ちが上司につながったのかもわからないしね、うん、でもナイスピッチングだったね、はい、まあ大勢も危なかったけど、そうですね、まあまあでもやっぱさすがだよ、はい、あの子はね、うん、ホームラン打たれたとしても投げっぷり変わらないもんね、うん、うん、なんかもう気迫あふれるピッチングです ね、はい、そうですね、まあ、坂本お帰りということでね、はい、これからいいプレーをどんどん見せてほしいということ。ロッテ、中日、はい、ロッテはやっとね、うん、打線がこう戻ってきたというか、粘り強い打線が戻ってきたというかね、うん、やっぱそれを象徴するのはさ、はい、やっぱりあのレアード、うん、マーティン、うん、まあ、ここの2人に当たりが出てきたっていうことが、うん、まあ、一番大きいよね、うん、まあ、それとベテラン荻野とかが絡んできたということ、うんうん、あ、まあ、そういうこともすごくプラスになってるし、はい、まあ、ピッチャーもね、まあ、石川はじめロメロとか、うん、まあ、見守ったし、はい、ね、非常に先発ピッチャーに勝ちがついてきたんで、うん、まあ、よかったかなっていうように思うよね、はい、それとやっぱ佐藤俊哉、はい、まあ、キャッチャーとして、ね、なんかすごく成長してきたね、うん、で彼が4番打ってるんだけどさ、まあ、自分でも謙虚にもう私が4番打ってるようじゃって言うけども、はい、なんか本当に一生懸命やってる姿がさ好感持てるし、うん、まあ、昨日のゲームなんかもね2人
2つ盗塁刺して、そうでしたね、貢献してるしさ、はい、ロッテがロッテらしくなってきたよ、やっとここに来て、はい、だから、まあ、交流戦はもう終わるかもわからないけども、これからちょっと楽しみな雰囲気を出してきたね。なるほど、上昇気流に乗ってきた、ね、頑張れロッテ、はい、中日、はい、ジレンマ、ね、選手は一生懸命やってるんだよ、はい、ね、で勝とうと思って全力でやってる、これはもう見てたら分かる、はい、ね、緊張感も持ってやってるし、ただタインが出た時に監督が思い描いてる形に全くならないね、逆が出る、なるほど、例えばここはちょっと我慢して何もかけないで打たそうと思ったらゲッツーを食らう、はい、でフルカウントになった、ランナー走らせて、ランエンドヒットの形を取ろうとする、そしたら空振りして三振ゲッツーを食らうとか、だからまあ立浪監督もさ、3戦目にはさ、さすがにね、三振ゲッツーした時には、あーってこう下向いてたけども、やっぱね、監督が描いてる、まあサインを出すよね、策がやっぱ決まってこないとなかなかやっぱ勝てないよね。そうですね、ここら辺はやっぱちょっと苦しいかなっていうね、まあ、踏ん張りどころに来てるのかなっていうふうに思うよね。なるほど、うん、またこれも他にロッテが少しこう調子良くなっているっていうところにっていうのはありますか。あ、まあ確かに相手がロッテだって、だったっていうことは、はい、それは上昇気流に乗ってるし、はい、打線も当たってるしね、それはやっぱこう、まあ、悪い相手に当たったのかもわからないけども、はい、でも調子づかしたのも中日かもわからないしね。そうですね、まあ、3連勝という形はロッテ、そうだ ね、なかなか、まあ、いい形になったよね。すごいいい形ですよね、だからまあ中日は今踏ん張りどころに来てるのかなっていう、ただやっぱりこうなんていうのかな、ランエンドヒットの時、サインが出た時、やっぱりちょっと工夫があると思うんだよね、まあ、例えばちょっとバットを短く持って反対方向を狙うとか、はい、ね、フルスイングからちょっとこうミートに、ミートを心がけるとか、いろいろやりようはあると思うんだよね、だからまあそこら辺をちょっと考えたらできる選手ばっかりなんだから、はい、まあ、頑張ってほしいなと思うよね、はいはい、で最後日本ハム DeNA、日本ハム、はい、ね、いい野球やってるんだよ。はい、豊さんね、2試合、生で見る、まあ、解説で言ってたからね、はい、まあ、見てたんだけど、はい、ただそのもう60試合終わって、まだこういろいろ選手をいろいろ使いながら、いろいろ試してるんだよね、もうそろそろ落ち着いたらどうやって思うんだよ。なんかこう第一段階よりはこう落ち着いて選手起用もしてきているのかなみたいな雰囲気はありましたよね、あったでしょ、はい、でも現地入って放送してると、アナウンサーがその地域の情報を集めてるじゃん、はい、まあ、日本ハムの、でビッグボスはね、これからさらに動かしてみたいというようなことを言ってたんだよいやいやもういいだろみたいな、はい、まあ、そんな感じがするよね。ただまあ清宮がホームランを打ったりだとかさ、はい、いい形にはなってきてるし、はい、あの選手も成長してきてるんだよね、うん、だからそろそろこう見極めの段階は終わり、やっぱある程度の固定を考えないと、やっぱ1年見て来年固定するじゃ遅いからね、だから今年ある程度の形を決めて固定させておいて来年勝負っていうんだったら分かるけど、だからもうそういう意味ではそろそろ、やっぱ固定に入っていった方がいいのかなっていうのを、やっぱ3連戦を見て感じた。なるほど。で、あの堀とか、はい、石川とか、はい、北山、はい、とかの順番をこういろいろ変えるとか言いながら、やっぱそれがうまくいってないとかね、だからある程度やっぱこう責任を持たせたポジション、そういう地位を作ってあげた方が、まあ、選手は働きやすいのかなっていうふうに思うよね。なるほど、はい、特にピッチャーになってやっぱある程度役割が決まってないと難しいというところもありますよね。難しい難しい、もうね、ヤクルトの田口、ね、開幕してからまだ防御率が0点台、はい、あ、0点台というか 0.00、はい、役割が決まってないんだよ。でもピンチの時に出ていくっていうのはもう本人が一番分かってるんだよ、はい、だから使い方とすればイニングの頭じゃなくて途中からでも行くっていう、はい、もうそういう風な選手を作り上げてるんだよね。
いや日本もそれだけ試してるんだったら俺できると思うんだよ。うん、だからそうもうそろそろねちょっと考えた方がいいかなって思うよね。なるほど。はい、まあ最後に DeNA、はい、ね、まあ、まあ、健在、はい、素晴らしい記録出ました。またはい、今永投手ノーヒットノーランな、ノーヒットノーランでしたね。いやすごかったね。はい、豊さん生で見てどうでしたか。いや解説しにくかったけどさまあだけどなぜしにくかったかっていうと初めての、はい、俺も経験だしノーヒットノーラン、うん、はい、解説するのね、はい、で攻略法を聞かれるしさ、はい、いやそのままやらせてあげたいなってこうもう思うしね攻略しないで、だから俺、はい、俺が言ったところであれだったんだけど、はい、まあ今永の態度ね、うん、やっぱ札幌ドームで、ね、うん、やっぱビジターだよね。そうですね、うん、だからそんな喜びを表現するわけでもなく、うん、まあ、淡々として、ね、うん、払ってたんだと思うんだけどね、はい、だからまあ素晴らしいピッチングがあったし、うん、それに続いて、浜ちゃん、はい、浜口がね、うん、まあそういう見本があって、うん、まあ、いいピッチングにつなげたし、はい、まあ、その試合も勝ったしね、うんうん、ただその中で牧と宮崎がものすごく調子悪かったんだよ、はい、日本ハムの攻めにものすごく苦労してた。うん、いやだけど、うん、やっぱあいつらさ徹底してるなと思うのが、はい、やっぱ右方向に徹底して結果を求めたんだよね、うんうん、はい、その結果がやっぱ3戦目の勝ちにつながったんだよ。うん、だからこの2人っていうのはまあやっぱさすがだなって、まあ、宮崎は首位打者を取ってる、はい、で牧は首位打者候補、はい、で一番の佐野っていうのがやっぱ技術があるわ、うん、やっぱこうよく打つね、うん、それに伴って関根桑原っていうのが良くなってきてる、うん、いうことない、はい、打線はつながっていますか。打線はつながっている、はい、でこれからちょっと上っていくね。うん、うん、そうじゃないと困る、困るんですよね、うん、でもねいい状態で、はい、やっぱ勝ったよね、うんうん、いや打線的には苦しかったと思うんだよ、はい、1、2戦を見た時に、はい、で牧と宮崎っていうのがね調子悪いし、うんうんうん、やっぱ攻めに苦しんでたしね、はい、まあ、だけどなんて言うんだろう、すごく自分たちの打ち方をよく知ってるというか、うん、徹底ができるというかね、うん、右方向にという、はい、だからそこら辺の強みを感じた。うん、うん、だから今永がね、すごくいいことを言った。なぜかというと、うん、まあ、ノーヒットランやってて、やっぱ9回、8回まで点がなかったんだよね。ゼロゼロでいってたんだよね。すごく早い試合展開でしたね。そうそう。それでね、9回に宮崎がタイムリーを打ってくれて、うん、2点を取ってくれた。はい、その時に、嬉しいんだけど、喜びを表現したら、うん、気持ちが緩むって言ったんだよね。だからあの子賢いな。やっぱ勝負ってやっぱそうだと思うんだよね。昨日投げた日本ハムの先発ピッチャー、はい、まあ、若い子だったんだけど、はい、昨日ですか、根本投手、うん、はい、がね、点を取ってくれた時にすごく喜んだんだよね、はい、で今永の言葉を、うん、そういう先輩が言ってることをねやっぱね、うん、教材として聞いとくといいよ、うん、ね、逆転してくれてすぐ桑原にホームランを打ったの、はい、で同点になっちゃった、はい、ね、あれが喜ばないでよしもう一段階気を引き締めたとしたら、うん、ひょっとしたら勝ってるかもな、うん、勝ち投手が転んでくるかもな、はい、だから今永がいいことを言ったっていうのをやっぱこう聞いとくとよかったなと思ってね、うん、まあまあいろんな人がいろんなことを言うけども、はい、うん、やっぱ隠された言葉っていうのは絶対あるし勉強になる言葉っていうのを、はい、やっぱ先輩から学ぶというかね、まあ、そういうこともしてほしいなと思ってね、はい、ということで、はい、はい、勝敗勝ちの数がセリーグパリーグこうなりました、はい、セリーグ46勝、はい、パリーグ44勝あらまた差が縮まってきましたねあらまあ、ね、そしてヤクルトマジック2、これ対象は阪神、またこれヤクルトの優勝が見えてきてるんですか。そうそう、明日ヤクルトが勝ち阪神が負けたら、まあその時点でヤクルトが優勝するかな、はい、はい、だから明日というか今日ですね、まあ今日だね、うんうん、はいはい、だから46勝40、このリーグの、ね、戦いはまだ続くけどね、いやー僅差なのでわからないですねこれは、うん、まあだけどどっちが勝つと思う、うん、うん、どうなんですか、分からないよな、本当分からないですよ、ヤクルトが優勝してもセリーグの勝ちが少なくなる可能性だってありますもんね、まあ、そうね、まあ、そのためには、うん、ここを勝ち越すには
やっぱり広島が頑張らなきゃいけない。なるほどね。で、広島は逃れろだから、うん、勝たないと逃れられない最下位はっていうことなので、うんまあね、さあどうなるんでしょう、最後。そうだね。で、関西ダービーがあるんだよね、最後。ね、阪神とオリックス。はい。おそらく山崎幸也、うん、山本、宮城で来ると思う。うん、だ阪神は踏ん張りどころだよ。で、ヤクルトとソフトバンクが当たる。はい、ね、ソフトバンクは今は明日は千賀かな。なかなかこれも厳しい戦いでしょうか。厳しい戦いが待ってるよこれね。はい、だからまあ面白いよね、最後の最後までね。うん、まあ泣いても笑っても交流戦あと3試合。はい、なんか今回の交流戦はちょっと見応えが、ね、見応えあるよね、ありすぎて。でも最後の最後まであるからね。そうですね、見逃さないように。はい、はい、まあ今回はそういうことでした。はい、はい。